内牧小学校の体験学習は、地域の協力なくしては実現できないものばかりです。これまで地域と共にある学校づくりを目指し、学習支援や交通指導、読み聞かせなどを行い、平成27年度には延べ1069人の地域の人たちが内牧小学校の活動をサポートしています。中でも特徴的なのが、4年前から行っている地域体験活動です。児童、保護者、教員、そして地域の人たちが参加し、昔から伝わる伝説をたどりながら地区を散策したり、交通安全のためのかかしを一緒に作ったりと、住んでいる地区それぞれの特性を生かした活動を行います。これは土曜授業を利用して開催され、子どもたちだけでなく保護者や教員も地域との触れ合いを持つことができ、平成24年の九州北部豪雨をきっかけに地域との絆を深めるために始まった取り組みです。こうした学校と地域の連携が、子どもたちへの貴重な体験学習につながっています。10月に行われた4年生の草原学習を振り返り、地域の人たちは単なる応援やお手伝いの気持ちではないのではと校長先生は語ります。僕は思うにはですね、内牧文館の方々、それから新宮組合、牧野組合の方々、あの方たちは内牧小学校の草原学習を応援しているというスタンスじゃないと思うんですよね。いわゆる連携してやっているんじゃなくて、あの方たちはあの方たちのメリットがあると思うんですよ。どんなメリット？それは後継者育成であったり、文館としては地域貢献の事業であったりとか、で学校としては地域体験、体験活動をさせたいと、私たちの思いと内牧文館牧野組合の方々の思いがこう融合してですね、あの事業は成り立っていると思うんですよ。ですから地域の方々も今年よりもよくグレードアップしていきたいという思いがあって、だんだん草止まりのグレードが上がってきていると思います。単なるお手伝いだったならば、あんなに一生懸命にならないと思うんですよね。平成28年11月に行われた内牧小学校学習発表会。4年生は草原学習について発表しました。草止まりは道路の整備が進まず、自家用トラックもなかった昭和30年代まで北外林山地域の畑辺原野で行われていました。夜明けは暑いや、とても危険で大変だけど、私たちや阿蘇の農家にとっては生活のために欠かせないとても大事な作業なんだよ。骨組みができたけん、そろそろ茅場行っていこうかね。ここに置いてある茅場持ってきてね。こうして地域の方々のおかげで順調に作業に進んできました。一生に一度の草たまり体験のことをずっと覚えていたいです。これからもこれまでの学習を生かして阿蘇の草原を守っていきたいです。さまざまな思いが生まれた草原学習、子どもたちにとって一生の思い出になったようです。自分の住むね、地域を愛する気持ちというのを、この阿蘇の自然を通して感じ取ってもらいたい。ああ、自分の生まれたふるさとはあんなとこだったというのを大きくなって思い出し、なんか戻ってこれると。中には草原、あるいはその自然を生業にね、している人もいるかもしれませんし、その自然は大好きで U ターンしてきて、いろんな仕事に就く子もいるでしょうし、またふるさとを見に帰ってくる子どももいるかもしれません。何らかの形でこの小学校で学んだことがね、つながっていくことを願っているところです。千年も昔から守られてきた阿蘇の草原、その歴史には
幼い頃自然に親しんだ思い出や人々の営み、そしてふるさとの自然を守りたいという思いが刻まれています。阿蘇の大自然と地域に抱かれて、ふるさとを愛する気持ちはこれから千年先までも受け継がれていくことでしょう。